皆さんこんにちは、今回紹介するダンサーはマリンスキーバレエ団所属のオクサーナ・スコーリクさんです。一緒に見ていくバリエーションは海賊の一幕よりメドーラのバリエーションです。それではどうぞ。いかがでしたでしょうか。まずはバリエーションのポイントの前にこのダンサーについてのお話を少ししたいと思います。オクサーナ・スコーリクは1989年ウクライナのハリコフに生まれました。母の影響でその後はロシアのペルミバレエ学校で本格的にバレエを学び、2007年に卒業、同年マリンスキーバレエ団に入団しました。2015年には最高階級のプリマバレリーナへと昇格しました。先ほども紹介させていただいた通り、彼女はウクライナ出身です。悲しいことに、その彼女の故郷が戦場になってしまうという悲劇が現実に起きている状態です。私は今世界で起こっていることについてここで研究するのはあえて遠慮しておきますが、このチャンネルを運営していく上でウクライナの素晴らしいダンサーを皆さんにもっと知ってもらいたいという思いでこの動画を作っています。よろしければどうぞ最後までご覧ください。それでは早速このバリエーションのポイントを見ていきたいと思います。一つ目のポイントは彼女の最大の武器である背中の張りです。この常にピンと張っている背中にこそ彼女の魅力の秘密があると私は思います。特にそれがよくわかるのは2パート目のパンシェの部分ですね。止めて見てみましょう。このようにただ上体を倒して足を上げるのではなく、上体と倒している方向とは反対の方向に背中で引っ張っているのがわかります。イメージすると両方から引っ張られているようなイメージ。それによって足だけではなく上半身のダイナミックさが増し、体全体を大きく見せてくれます。3パート目のジュテからのアチチュードも同様ですね。背中の張りなしでは作り出せないダイナミックさと形です。彼女はもともと体が柔らかいというのもありますが、これは意識していないとできることではありません。2つ目のポイントは足の強さです。足が強いというのは彼女の足を見れば一目瞭然です。この膝の入った X 脚と高い足の甲、まさにバレエをやるために生まれてきた彼女ですが、足の強さの秘密はこの足だけに隠されているとは限りません。またまた上半身を見ます。ここでバレエダンサーの小さな秘密を紹介したいと思います。バレエダンサーは男性女性に関わらず、踊るとき立つとき常にお腹に力が入っています。それもただ力を入れるのではなく、イメージとしては少しへこませる感じ、つまりこういうことですね。これが足の強さにつながっています。どうつながっているのかと思いかもしれませんが、この腹筋のおかげで上半身を上に引き上げることができるんですね。これは特にピルエットであったり、女性ではポアントで立つ全ての動きにおいてとても重要なことです。オクサーナのバリエーションに戻りましょう。これは旗から見ていて分かりにくいことではありますが、ここ見てください。彼女のお腹にうんと力が入っていて、パッセで上に上半身で引き上げているのがよく分かります。こういった小さな意識の積み重ねが
彼女のダイナミックな踊りを作り上げているんですね。今回は以上になります。いかがでしたでしょうか。オクサーナ・スコーリクは個人的にすごく好みなダンサーです。やはりこういったダイナミックな踊りを持ったダンサーは見る人に感動と勇気を与えてくれますね。私はこの芸術がいつか世界を救ってくれる日が来ると信じてます。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回まで。